9、ネットランドの憤慨。どのくらい眠ったかわからなかったが、疲れがすっかり取れたところを見ると、よほど長いこと眠ったに違いなかった。真っ先に目を覚ましたのは私で、ネットとコンセイユはまだ部屋の片隅に丸太のように転がっていた。幾分硬い長椅子から起き上がった私は、頭がすっきりして気分が爽やかになったような気がした。室内を注意深く見回したが、前と少しも変わったところはなかった。牢屋は依然として牢屋で、囚人も元のままの囚人だった。しかし、私たちが眠っている間に、給仕がテーブルの上だけは片付けておいてくれた。そのうちに、私はなんとなく息苦しさを覚え、重い空気が肺を押さえつけるような気がしてきた。部屋は広かったが、私たちはどうやら室内の酸素を大部分吸い尽くしてしまったらしかった。人間は誰でも1時間約100リットルの空気の中に含まれた酸素を消費し、それがほとんど同量の炭酸ガスに変わるものなのである。私たちの獄室ばかりでなく、その時はもう館内全体の換気を行わねばならぬ時が来ていることは明らかだった。私はそれに興味を惹かれた。館長は一体どう処理するだろうか。塩酸カリを熱して、その中に含まれている酸素を取ったり、化成カリで炭酸ガスを吸収したりするような科学的処置を取るだろうか。それとも、もっと便利で経済的な、したがってもっと可能性のある方法、つまり、クジラのように水面に浮かび上がって息をつき、24時間分の空気を館内に保存するような方法を取るだろうか。実際酸素の少ないこの部屋では私の呼吸はもうだいぶせわしなくなっていたが、その時突然塩分を含んだ新鮮な空気がさっと吹き込んできた。それは溶土を含んだ気持ちのいい海風だった。私は大きく口を開いて肺いっぱいに新鮮な空気を吸い込んだ。それと同時に急に船が横揺れするのが感じられた。この鉄板の怪物はきっとその時、クジラの真似をして呼吸をしに水面に出たに違いない。私はそれによってこの船の換気法を知ることができた。私は新鮮な空気を思うさま吸いながら、それが運ばれてくるパイプのありかをすぐ見つけた。扉の上に通風口があって、そこから新鮮な空気が多量に流れ込んできて、室内の濁った空気を清めてくれるのだ。これらのことを観察していると、この生き返った空気のためか、ネットとコンセイユがほとんど同時に目を覚まし、目をこすり、背伸びをしてからむっくり起き上がった。先生、よくお休みになれましたか?とコンセイユがいつものように低調な調子で尋ねた。ぐっすり眠れたよ。ところでランド君はどうだったね。ぐっすり眠れましたよ先生。でもなんだか潮風の匂いがするようですね。船乗りはさすがに敏感であった。私は彼が眠っている間に起きた事柄をすっかり話して聞かせた。なるほど、とネットは言った。それでエブラハム・リンカン号を見つけた時、このクジラの吠えたわけがわかりましたよ。そうだよランド君、この船が息をしたんだよ。ですがねアロンナクス先生、今何時頃でしょう。もう夕食の時間じゃないでしょうか。夕食の時間、いやもう朝飯の時間だろうよ。夜が明けたらしいからね。ほほう、とコンセイユが言った。すると私たちは24時間も眠ってたのですか。そうらしいよ。わしもそう思いますね、とネットランドが相槌を打った。しかし晩飯でも朝飯でも構わないから早く持ってきてくれるといいがな。でもランド親方、船に乗っている時はその規則に従わなければなりませんよ。それに私たちの胃袋は食事時間が来ないうちに空いているかもしれませんからね。コンセイユ君、あんたらしいな、とネットはイライラしながら言った。あんたは決して怒ったことのないおとなしい人だ。恩恵を受けるよりも先にお礼を言い、
不平を言うよりも餓死する方だからな。時間が経つにつれ、私たちの空腹はひどくなってきたが、給仕は一向姿を現さなかった。あんまり長いことうっちゃられているので、一体どんなつもりなのか気にかかってきた。ネットランドは空腹のため、いよいよ怒りっぽくなってきた。私は彼の約束にもかかわらず、誰かが入ってきたとき、彼が乱暴をしやしないかと心配になった。さらに2時間、ネットランドの怒りはいよいよ激しくなり、彼はわめいたり叫んだりしていたが、やはり何の応答もなかった。壁は牛のように黙りこくり、館内には物音一つ聞こえず、死んだように静まり返っていた。館は全く動いていないようだった。でなければ、推進器の響きで多少とも振動が感じられるはずだった。この沈黙が全く恐ろしかった。私は恐怖で震えた。が、コンセイユは相変わらず落ち着き払い、ネットはわめき散らしていた。その時、外側に物音がして、鉄板の上に足音が聞こえたかと思うと、錠が鳴り、扉が開いて給仕が入ってきた。それを見ると、気短なカナダ人はいきなり給仕に飛びかかって彼を殴り倒し、その喉首を締め上げた。私は駆け寄って止めようとしたが、間に合わなかった。給仕は怪力に締め上げられて、息が止まりそうになった。コンセイユも慌てて森内の手を押さえ、半死半生の給仕を救い出そうとしたし、私もそれを手伝おうとした。その時突然、私はフランス語で次のような言葉を言うのを聞いて、思わず立ちすくんだ。まあ静かにしたまえランド君。それからアロンナクス先生も私の言うことを聞いてください。不思議猫招き堂。